はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんでしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕の体に起こった話なんですけどもね、去年のね5月末からね、僕を襲った帯状疱疹なんですけども、今現在でもですね、その後の神経痛っていうのがあるんですけどね、それの、しびれっていうのがね、左足のつま先から足首にかけて、ね、残っています。これがね、なかなかね、地味に辛いんですけどもね。でしかしね、そのしびれにもね、もうね、慣れてしまってしまうこともありましてね。で、まあ、時折ね、忘れてることもね、ありますのでね。まあ、いつものようにお風呂に入るときにですね、最初にシャワーをさってかけたときにですね、もうね、痛みが走るときがあってね、もうびっくりしてね、一瞬パッとこう、動きがね、止まることがあります。なので、まあ、相変わらずね、その触ったときの感覚が鈍くてね、まだまだ正常には戻ってません。ほんでね、この帯状疱疹のことをね、またちょっと調べ直したらですね、もうすごく自分自身で、ね、反省する部分が、ね、出てきました。この帯状疱疹というのはですね、通常というのはまあ言い方おかしいんですけども、50歳以上でね、患者さんが増えてるんですよ。しかしですね、その最近では20代40代のね、子育て世代でのね、帯状疱疹を発症する率もね、増えていてですね、高齢者においては珍しくない病気で、80代では3人に1人がね、かかると言われています。ほんで、まあ、帯状疱疹についてね、まあ、いくつか知っておきたいこととしてね、特にその念頭に置いておくことっていうのは、皮膚に痛みがあって水ぶくれができたらすぐに皮膚科で受診することっていうのがね、もう大事なことなんですよ。帯状疱疹っていうのはね、過去にかかった水疱瘡、かかったことあるでしょ皆さん。その水疱瘡が関係して起こる病気で、主に子供時代に、子供の頃にですね、発症して、その時に水疱瘡自体はまあ治るけど、その水疱瘡ウイルスっていうのはね、体のね、神経節にね、潜んでね、大人になってもね、生き続けてるんですよ。でもね、まあ一回子供の頃になってね、その後にね、症状が出てこないっていうのはですね、一回水疱瘡になって自分の体が獲得した免疫力っていうのがね、働いてるからね、抑えられてるんですよ。ところがですね、大人になってからね、年齢を重ねたりとか、疲労が溜まったり、ストレスとかでね、その免疫力っていうのがね、ガクンと低下するとですね、水疱瘡のウイルスが活動を再開し始めて、で、自分のこの体の神経の流れに乗ってね、神経節から皮膚へとブワッとこう移動してね、起こったりするんですよ。で、帯状疱疹の最初の症状っていうのはね、体幹とかね、その顔などのね、体の、まあ、左右どちらかに生じる痛みなんですけどもね、その痛みの程度はね、人によってね、全く違うもんなんですよ。でも、こうね、なんですか、ピリピリとか痒いとかね、なんとなく痛いなと、まあ、そのような人もいたら、まあ、ズキズキとかね、針でチクチク刺されたような、焼けるようなとかね、いっぱいあって、でその後に必ず赤くなって水ぶくれができて、その後熱が出るというね、場合もあるんです。で、まあ、そのお顔に関しての、ね、痛みの段階ではですね、まあ、虫歯とかね、三叉神経痛などのね、まあ、複数の原因がね、考えられるので、なんかね、こう帯状疱疹だよという診断はね、つきづらいんですよ。で、まあ、痛みだけならね、その場所によってはね、様子を見て、もし胸の痛みが続く場合だったらね、心疾患の可能性もあるので、皮膚科の他にもね、内科にもね、受診することもあります。で、そんなね、帯状疱疹のね、治療っていうのはね、症状が出てからね、27時間以内の治療がね、まあ、理想だというのですがね、僕はね、この異変を感じてからね、もう限界ってなってたのはね、発症してからね、もう10日前後ぐらいだったんですよ。なのでね、まあ、悲惨な状態になってしまったんだなとね、思います。もうあれは辛かったですよ、ほんまに。抗がん剤以外でね、あんなに激しい痛みに襲われたのはね、もう生まれて初めてやったと思います。で、ほんまにね、その最初は何が起こったかわからなくて、最終的にはもう腰からつま先までね、この左足ですけどね、範囲でものすごく痛みが出てですね、もうどうやってもね、起き上がることもできずにですね、このフローリングの上をね、もうこうぐわっとこう這うようにね、移動してました。で、そしてまあ痛みがやっと下り坂に差し掛かってきた頃合いにですね、皮膚の一部が赤い斑点模様のようになってきてね、で、その範囲がパパパパパーってこうだんだんこう左足全体に広がってきました。ほんでね、水ぶくれになってようやく病院に向かったんですよ。もうね、ほんまにもう最近流行った鬼滅の刃ってあったじゃないですか。あれのアザーがグワッとこう出てくるような感じでね、なんか別にそんな変な力が出てたわけじゃないんですけど、バッてね、アザが広がったんです、当時。
でね、この動画の最初にですね、水ぶくれが出てきたらすぐに皮膚科へとね言いましたけどもね、それはね、痛みや水ぶくれを早く治癒させるということに加えて、帯状疱疹後神経痛というね、合併症のリスクをね、減らすね、重要な目的があったようなんですよ。僕はね、まあ間に合ったんちゃうかなと思ってたんですけどもね、まあ水ぶくれがね、もう全体に広がってきてたんでね、もうね、遅かったようです。で、そんな帯状疱疹後神経痛というのはですね、帯状疱疹を発症した人の3ヶ月で、7% から 25%、6ヶ月で 5% から 13% の人が発症しているという報告もあります。まあね、僕は、なんていうんですか、ずっと痺れが残ってるんで、どっちに当てはまるか分かりませんけど、そんな帯状疱疹後神経痛っていうのはですね、帯状疱疹の水ぶくれが消えて、帯状疱疹が治った後も続く痛みなので、この服が触れるだけで痛かったりとか、こうね、ちょっと触っただけでもね、痛いとかっていう人がいるほどのね、痛みの程度がね、強い場合が多いんですよ。で、まあ帯状疱疹のこの見た目とね、そのひどい痛みっていうのが、1、2ヶ月ほどでね、落ち着く人が多いとされる一方でですね、全体のね、3分の1ぐらいの人はね、もう3ヶ月以上ね、痛みが続いて、5分の1の人はね、1年以上も続くという統計があります。まあそんなね、帯状疱疹後神経痛のリスクをね、低くするには、まあその帯状疱疹の水ぶくれが出てから理想は72時間以内に、まあ遅くても5日以内には治療を受けるべきだったようなんですけども、まあ僕はそれにも間に合ってなかったようなんです。で、かつてはですね、その帯状疱疹のね、治療薬っていうのは効き目がいいものがなかったんですけどもね、今はね、抗ウイルス製剤でね、非常にいいものがね、出てきています。1日1回のね、飲み薬でね、こう短期間でギュッとね、痛みやね、症状がね、取れるとね、されてるんですけどもね、あの高齢者の方とかの場合はですね、痛み止めとかそんな薬を飲むのはね、良くない、体に良くないんや言うてね、もう我慢する人もいてるんですよ。しかしそれはね、間違いで、ほんまに先ほども言いました通りにね、痛みがあって水ぶくれが出てきたら、痛みを我慢することもなくね、ほんまにね、皮膚科を受診してほしいんです。ちょっと怖いことを言いますけどもね、帯状疱疹はね、発症からね、数ヶ月間はね、血液が固まりやすくなって、心筋梗塞や脳梗塞をね、起こしやすくなることも分かってるんです。で、その予防のためにも帯状疱疹の治療をね、受けることが大切なんです。で、そんな、まあ帯状疱疹後の神経痛のね、治療っていうのはですね、神経のね、異常興奮抑制するね、抗転換薬とかね、抗うつ薬とかね、使われます。で、また痛みの程度がね、強い帯状疱疹後神経痛の患者さんはですね、医療用の麻薬などをね、使って痛みのね、抑制をのね、徹底した治療をね、行うこともあるんです。麻薬を使うんですよ、麻薬。僕はね、骨髄移植の前のね、あの超大量抗がん剤の時にね、もう体が痛すぎ てね、たまらんくてね、もう最終的にはね、医療用麻薬もあるんで、それ使いますかって言われたんですけどもね、いや、それはイエスわってちょっと断ったことがあります。でも、あの時我慢せんとね、使っとったらもっと楽やったろうなと思いましたね。まあ、話を戻しますけども、あの帯状疱疹やね、帯状疱疹後神経痛のね、予防策というのはですね、体を疲れさせないことで、日頃からね、睡眠とかね、休養をね、しっかりとるのもね、大切なんです。だからほんまにね、僕筋トレやめてよかったんですわ、あの時にね。あのままね、体の痛いのを我慢してね、やっぱり健康のためにはウォーキングやとか縄跳びやとかってしたらね、今頃まだまだね、ずっと痛みが続いてると思います。で、さらにね、まあ、50歳以上の人ではですね、ワクチンの接種という手があってですね、2016年のね、既存の水痘ワクチンっていうのがあるんですけどね、まあそれがね、帯状疱疹のね、予防にね、適用拡大となってですね、任意接種の対象になりました。で、ちょうど1年前のね、2020年の1月にはですね、免疫機能が低下した人でもね、接種できるね、別のワクチンも発売されていて、でもそれはね、大体この打ってから10年間で効果が弱まってくるので、まあその後10年ごとにこう打つとね、いうのがね、勧められています。まあ、僕はまだまだ打てませんけどもね。まあ、でも疲れやすかったりとかね、免疫力が低下してるのがね、気になってる人はね、まあ、病院で相談してね、ワクチンを打ってもらってください。新型ウイルスのワクチンはね、まだ打てませんけどもね、その帯状疱疹のワクチンはね、すぐ皆さん打てると思いますのでね、まあ、これもね、免疫力を高める一つの手段としてね、使ってみてください。では、まあ、まず最初に、ね、病院に行ってくださいね。お薬もらうのも、ワクチンを打つのもですね、病院でしかできないことなんでね。まあ、そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。